セレンゲキ国立公園は、タンザニア連合共和国北部のマラ州、アルーシャ州、シニャンガ州にまたがる自然保護を目的とした国立公園。アフリカで一番よく知られた国立公園の一つ。1981年にユネスコの世界遺産に登録された。セレンゲキとは、マサイ語で果てしなく広がる平原のい、ビクトリア湖の東に広がる大砂ンな地帯にある。 そのうちの多くが広々とした草原で、ソリンや低木林が見られる。川や沼、湖もある。平原のところどころに岩石が露出している。面積は14,763平方キロメートルで、四国や関東平野の8割程度に及ぶ。国立公園内には様々な動物が約300万頭生息していると推定されている。 セレンゲティを代表する動物はヌーである。生息している動物の約3割がヌーであると言われている。ヌーはウッキと寒気で草原を求めて隣接しているケニア側のマサイマラ国立保護区へと 1500km の移動を繰り返す。ウッキとなる12月から6月の間は地平線をヌーが埋め尽くし相関である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。スティーブン・ジェイ・グールド監修、ロジャー・オズボーン、マイケル・ベントンチョ、木畑育夫日本5番監修、池田久子役、進化地図、川で処防審者2011年180ページ。ありがとうございます。